演じていただきました。カタールチャイアの選手、スタッフの入場です。皆さん、大きな拍手で迎えましょう。カタールチャイアの選手、スタッフの皆さんにもう一度大きな拍手を送ってください。さあ、それでは早速ではございますが、主催者を代表しまして、株式会社カタールチャイア代表取締役社長、左友茂雄より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。なんかね、登場の仕方がね、中から入ってくるかなと思ったら、外から歩いてくれって言われて、皆さんがね、いかに寒いところで今日この、スタートをね、聞いてくれてる、見てくれてるかっていうのを心配しました。でも、まあ、天気がこれだけ良くなって、ジェイル・カールさんがプレゼントしてくれるファン感謝さんに、短い時間ですけども、遊びに来ていただければなと思います。私だけ間違いなかった。しかし、できるかなと思ったんですけども、まあ、後ろにいる選手たちが、トレーニングウェアで、動きもできるし、皆さんにとってもできるというふうに思っています。昨年はシーズン中にこのファン感謝祭をしたんですけども、今年は私もちょっと希望をして、シーズンオフにラストイベントで、このチームでできるラストイベントで、皆さん方と最後の出会いの、まあ、感謝祭で、やった方がいいというふうに思いました。まあ、問題は健康だけだったんですけど、それがこんだけ良くなったので、ね、みんなで、楽しんでいただければと思います。長い催し物とか、そういうのはなるべく少なくして、できるだけチーム、選手たちと、ね、皆さん方が本当に触れ合えるような、そういう時間を長く取って、若手を知る選手もいれば、来年また共に高田選手も、那須コーチのスタッフもいるんですけども、今日は、一人一人丁寧に皆さん方と接して、良い思い出を作って一日を終えたいなと思っておりますので、ちょっと短い時間ではありますけども、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、あったかいものを飲んで食べて、選手と出会って、心は春のような気持ちになって、帰っていただければ幸いでございます。では本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日はカタール富山2022ファン感謝祭にお集まりいただき本当にありがとうございます。今シーズンの結果は残念な結果になりましたが、それとこれとは別です。今日はファン感謝祭ということで、思いっきり皆さんに笑ってもらえるように選手も頑張りますので、よろしくお願いします。まずはジェスチャーゲームを行っていきたいと思っております。ジェスチャーゲーム、そらそうですよ。むずっ
にしてあげてください。ちっちゃい字ですけどね。はい、正解。ああ、正解、正解、ジェットコースター。優しく肩に触れてるっていうね。これ大丈夫？いける？
この写真かっこいいですね。かっこいいですよね。もう大好きです。また頑張ってください。はい、じゃあ、チェックだ。はい、はい、ありがとうございます。
シーズン共に一緒に戦ってくださった方々、ありがとうございました。来シーズンこそ J2 に昇格するために、皆さんの力が必要になると思います。僕たちと共に戦ってください。今日はありがとうございました。